その全てに共通してる特徴があります。翼竜系怪獣は毎年10体前後報告されてるんですけど。ああ、となると考えられることは一つや。全て単独行動。プライドの高い翼竜系を束ねてしまうほどの力と目的を持って行動する。ギルデカフカ、隊長おらんし、まあこの危機で一番強いのはお前か。本庁舎の機能維持や。よっ。本陣は僕が。クラス大怪獣です。こいつは僕がやらなあかん。それじゃあ本格的に。狙いはここか。一発でもまともにもろたらしまい。隕石みたいなアホ威力や。硬さは8号以上か。傷。ペッ。その声、ヒミロか。背中を狙ってください。はい。そいつは03年に記録されている怪獣と同種ですが硬い。核は背中側にあったはず。飛行中狙われやすい。二手に分かれて正面に気を引きす。戦力全開を。怪獣。こちらも失敗。私が圧倒的なパワーで正面からやりやがった。からぶち抜けばいいのよ。なおあげるなら私のいる戦場でこれ以上。さて怪獣ども、主なマテリアルは動作中後方に衝撃波を発せ。防衛体式不術一式落雷。同様に陣前方に衝撃波過激。すげえ。さあ次は上。凍結弾飛ばせるかよ。来れるならだけど。